無名スカウトの全行無名スカウトの全行は、ボーイスカウト運動がイギリスからアメリカ合衆国に広がるきっかけとなったエピソードである。1909年秋のロンドンでシカゴから来た出版業者ウィリアム・ボイスは、ロンドン名物のノームのせいもあり、道に迷って困り果てていた。その時、霧の中から一人の少年が近づいてきて何かお役に立つことがありますか と声をかけた。ボイスが行き先がわからないことを伝えると少年はボイスの荷物を手に取り先に立ってボイスを案内した。彼の案内によって無事目的地に着いたボイスは習慣的にチップをあげようとポケットに手を入れた。しかし少年はさっと敬礼をして私はボーイスカウトです。私についた近しをさせてくださってありがとう。スカウトは 他の人を助けることで、お礼はもらえません。と言い、ボイスが、少年の名前を聞く前に、にっこり笑って立ち去った。ギルウエルパークにあるバッファローの銅像。ボイスは仕事を済ませた後、イギリスのボーイスカート本部で、スカウト活動のことを調べ、またスカウト活動に関する書籍を集めたボイスは、アメリカに戻ってから、当時の大統領ウィリアム・ H ・タフトなどにこのことを、話した。 これがきっかけになり、1910年2月8日にアメリカのボーイスカウト運動が発足することとなった。15年後、アメリカのスカウトは100万人を越し、第一の功労者としてこの少年に功労賞を送ろうということになった。しかし、この少年が誰だったのか、アメリカとイギリスのスカウトたちによる調査にもかかわらず、わからなかった。そこでアメリカのスカウトたちは、 アメリカのスカウト功労省であるバッファローの姿の銅像を作って送ることとした。そこには、日々の善行を務めんとする一少年の忠実が、北米合衆国にボーイスカウト運動を起こさせた。名の知れざる少年のためにと刻まれている。1926年6月4日、ギルウェル指導者訓練所でこの銅像の贈呈式が行われ、当時の英国皇太子、プリンス・オブ・ウェールズが、 スカウト制服を着用して、これを受領した。ありがとうございます。